じゃあ7チーム目からいきましょうか。紹介しました。順番が変わってますね。いや、ちょっと変えました。はい、でも模様替えにしていかないとね。いきましょうか、7チーム目。いきましょう。ルーレットスタート。お願いします。いいですね。酒井町明。隠し芸。横浜 F1 です。おーい、言ったらやっぱ久保くんですよ。いやいや、そうです。これはちょっと俺からいきます。お願いします。久保くん。おーい、かっこいい。これはかっこいいな。これはもうかぶんないでほしい。いいですか、これかぶりの方は。大人気企画ですからね、タイさんの。そうですか、いいですか、いいですか、マジですか。はい。いやー、いるのかよ。まあ、そうですね、カブル、はい、確かに、はい、これ、コンビの受け合いなの。怖いな、だったら。おー、いやいや、はぁ、お願いします。いや、もう、これはタイさんに任せます。選んでください。わかりました。いいんですよ、新人戦始まってます。ティ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 、その音で、新人戦でその BGM。 こっちだ。よろしいですか、頼む、お願い。せーの、デデン。あー、お前が強すぎたのか。ユキさんにその声が届かなかった。これは大問題が発生しました。これはまずいですね。もう最悪。こんなことがあるんですか。はい、くじ割り。ベストイ。じゃあ次、猫さん行きましょうか。はい、私ですか。はい、私は前回に引き続きボンバーです。おお。かぶってますか。どうですか。かぶってない。ありがとうございます。ナイスボンバー。はい、続け。私はですね、こちらです。山中選手です。おお、超攻撃的なサイドバック。あ、僕のチームのコースになってますね。大丈夫、大丈夫。よっしゃ、山中選手獲得です。おめでとうございます。頑張って。じゃあ、順番じゃあ行きましょう。動画ですね、はい、じゃあウーゴビまあ、もう間違いないです、ね、もうシュートセンスも素晴らしいし。いや、本当ですよ。スタメンですわ。そしてこれはかぶってますか。まあ、かぶるでしょうね、これは。かぶってません。おー、おー、いただいちゃって。ユーゴいただいてるか。ユーゴいただいてるか。はい、は嬉しい。俺は伊藤翔選手。あー、いい選手ですね。伊藤翔選手、まあ、これはいただいたということ。確定ですね。確定ですね。ありがとうございます。アマゾン。あー、アマゾンですね。アマゾンもね、これはいただけですか。左利きのフリーキックはすごいです。太田光介選手。あ、そうだ、そうです。レフティが揃ってますよね。あの、控えです。はい、8チーム目お願いします。お願いします。いいですね。ヴィッセル。あー、痛い、あげち、きつい。始まりました。もうあいつしかいないでしょ。どっちです。取り合いましょう。じゃあもう線から行きましょうか。せーの、ドン。おお、ありましたか。おれいいのか。あれ、意外と取れましたね。リアスどこでも。リアスどこでも。ゴルディが3人でリアスが2人ですね。意外とゴルディなんですね。違う、選ぶべきことを見越してと。あー、僕の作戦ですね。じゃあイニエスタから行きましょうか。イニエスタ、トーレス取ったでかいか。もうこっち、もうこっち。せーの、ドン。あー、スペインに愛されてる。スペインに愛されたほど。使えないんで大丈夫。使いこなすね。熱い。あなた、ほんと客呼ぼうとしてますね。客呼んで。新客です、新客チーム。いや、じゃあゴールデン。いや、これ取れなかったらマジで。これが壁ドンの匂いです。せーの、ボン。あまずい。ボールの隙はめっちゃ嬉しい。ちょっと守備って大丈夫かな。ちょっと心配で。じゃあ2巡目、皆さん一斉にどうぞ。どうぞ。お、誰の番だ。お、誰の番だ。田
高いね。高いですよ。上手いですよね。はい、そう。すごいイニエスタのボールが受けたけど、すごい上手い。まあ、いい感じのゴールゲッター。はい。橋本選手が。なるほど。どうも、田中選手ですね。OK です。じゃあ、みんな被りましょう。OK です。キューチームお願いします。お願いします。ルビロ岩田です。はい、岩田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 、猫兄さん行きましたか。行きました。はい、お願いします。ドン。おー、健太郎選手ですね。なるほど、ここでなります。かぶりは、あ、かぶってます。おーい、強いですからね。はい、せーの。あー、きつい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 。きたー。話変わります。話変わる。いただきます。やっぱスタメン。スタメンだそうです。すごい選手、スタメンです。あ、じゃあ大差上になった。中村俊輔選手。いやー、でしょ。まあまあまあ、神です。左足集めすぎてるんですよ。確かに、確かに。いないですか。え、いない。いないっすね。いないですね。神で被ってないっすね。被ってないっすね。よーし。まあ、控えですけどね。じゃあ、レンタさん行きましょうか。はい、アップルお願いします。はい、よっしゃです。おーおおー、今、岩田だ。どうですか。どうですか。いない。おー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 、素晴らしい。おー、素晴らしい。おー、素晴らしい。おー、ありがとうございます。じゃあ私いいですか。どうぞ。私は彼です。田口大志選手です。あー、なるほど。もうほんと中盤でのもう運動量めちゃくちゃ多くだし、日本代表に入ってもおかしくない選手だと思います。ちょっと待った。いやー、かぶったか。かぶってんだ。ちょっと長い取られてるんで、この前レパーが一体化したい。いいですか、こっちで。はい、せーの。ポン。よーし。まあ、でも、いや、ね、イニエスタ通るやついるから。あ、まあ、じゃあ、十分じゃないですか。もういらないでしょ。いや、いらないでしょ。選択肢を行きましょう、選択肢。せーの、ドン。高橋智恵選手ですね。森下選手です。はい。ありがとうございます。オッケーですか。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。いやー、まあ、それはまあ、大森選手取れなかったので、森下選手、頑張ってもらいます。はい。はい、チーム目。お願いします。お願いします。はなかったな。ちょっと休憩しますよ。ちょっとちょっとリサーチしてる。リサーチしてる。シミズエスパルスです。わー、いはい、ここはポイントでやってきます。エスパルス、エスパルス。おっ、いい声出ました。じゃあそんなレタさんからやってみましょう。はい、僕はカベコ選手。あー、いい選手。スピードのあるちょっと選手だし。はい、さあ、ゆうか。ちょっと待った。こちらです。辰田選手ですね。おー、東京オリンピック世代、はい、で身長は190センチのサイドバックの選手なんです。はいはいはい。センターバックもできる選手なんで、もう将来も期待したいミドルシュートを持ってます。辰田です。辰田選挙選挙でいいですね。よし、おめでとうございます。はい、本当にいい選手なんです。おめでとうございます。じゃあ、猫さん行きましょうか。はい、増田選手です。近しですね。はい、中盤ですね。はい、中盤ですね。かぶってますか。かぶってないです。ありがとうございます。ありがとうございます。苦しみみたいですね。僕はですね、こちらファン・ソッコ選手。おー、はい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 。何もないですよ。パシバですね。あ、そうですね。まあ後ろからなんか結構鋭いロングパス出せるんで、チャンス作れますね。で、かぶってですね。かぶってないですか。まあ、そこは。はい、よろしくお願いします。はい、オッケー。はい、できたんで。松原コーチ。あー、松原コーチですね。イケメン。おめでとうございます。松原コーチ。テセ。おー、テセ。トップですね。トップいないんで。今72ですからね、オブレス。おめでとうございます。残り8チーム。もうそんな来た。いや、残り8チーム。8チーム。
お願いします。湘南ベルマーレ。来た。ベルマーレ。じゃあ大さんお願いします。はい、梅崎さん。わーい。かぶってませんか。かぶってませんよね。かぶってないですか。でも全然あります。かぶってます。おー、かぶらしてきました。梅崎さんバランスいいんですよね。今日はね、あと俺若い時過ごしてる。あー、難しいですね。いきますよ、せーの、おい。わー、いい選手揃ったな。テクニシャンも揃いますね。いいですね。いい感じですよ。スケジュールとか。じゃあ次、ダッシュ選手でしょうか。じゃあ僕いきますか。菊池選手。あー、はい選手、いかがでございましょうか。いらっしゃいますか。早いっすね。早めに来ますね。大丈夫です、大丈夫です。はい、OK、ありがとうございます。ありがとうございます。なんで菊池選手なんですか。いや、もう能力高いなと思って。ずるいって。 100% の能力高いなんでそうなんですか。待ったのやめてください。じゃあ、秋元さん、どうぞ。いいですか。いや、ちょっと、ネタバレやめてもらっていいですか。コアラなんで。ごめんごめん。秋元です。秋元よだ。いや、でも、今シーズンすごいセーブの安定感。特に、東京戦ね。いや、そうです。10番の決勝も行ったんですけど、まあ、決定機バンバン止めてたんで、また湘南戻ってのこの活躍素晴らしいと思ったので、僕はもう秋元選手。いいですね。いいですか。ありがとうございます。はい、ございます。僕はこちら、山根選手。おー、はい、若さが欲しい。そうですね。熟女的発言ですよ、これ。まあ、ちょっとベンチ要員ではあるんですけれども。おい、やっぱ自分のチームで経験を積んでほしいっていう意味で、はい、成長させたいと。そうですね。なるほど。成長させて、また湘南に返してあげようと、そういう思いでやってるんで。かぶりは、お、山根選手。いやー、かぶるんですね。いや、珍しく、おいおい叫んでたもん。いや、若さが欲しいとかの理由で。いやいや、そうですよ。取られたくない。本当に飲みたくない。合コンじゃないですよ、これは。僕に言いたいと思います。僕です。せーの、とよーっ。全部さっきに溺れた。いや、若さが欲しいとかダメなんですよ。ダメなんですね、こういうのはね。せーの、ドン。おー、はいはいはい。私はサイドの選手欲しかったので、マフッサ選手。僕はもうここ相手のアンドレ・バイヤー。ああ、でもいいですよね。いやいやいや、はい。いや、もうスタメンですからバイヤー選手。いやいや、全然スタメンでも欲しくないよ。1巡目に選んだ選手がスタメンじゃなかったのに、2巡目のはスタメンの説もあります。お願いします。お願いします。名古屋グランパス。あらまあ来たな。本当はここでいたんだけどね。じゃあ、ザコさん行きます。私ですか。はい、お願いします。まあ、私はもう、はい、フォワード取ってないんで、まだ枯れてますね、声が。声が枯れてる。ジョー。あー、迷ったんですけど。ジョーですよね。迷ったんですけど。出るでしょう。いらっしゃいますでしょうか。まあ、いるでしょうね、これは。いるでしょう、絶対。お、本当に手に入る。ゴー素晴らしい。お願いします。ここに来る選手はなんと玉田選手です。おー、好き。俺も好き。シンプルに好きです、玉田選手は。まあ、未だにやっぱ細かいドリブルとかね、得意な選手は。はい。全然活躍してくれると思います。取ってますか。かぶってない。おっと、嬉しい。俺ももし次2巡目とかあったら行こうとしてたら驚いないですね。ポンちゃん、ポンピー行きましょう。ランゲラック。はい、ここで。ランゲラック、いや、めっちゃでしょ。俺はめちゃくちゃもう J トップのキーパーなんで。そうですね。いや、本当素晴らしいキーパーですよ。じゃあかぶりこれは。なしですか。ランゲラックも掘ってるじゃないですか。掘ってない。はい、すげえ。じゃあ、あとはネタに。僕はこちら、長谷選手。おお、ここに後ろを補強に。なるほど。丸山選手じゃなくて長谷選手。長谷選手かぶってないですか。かぶってないです。おお、ありがとうございます。ここはね、かぶってるじゃないですか。ないね、もうやつかな。やつかな。いや、これはちょっとかぶってて、ちょっと怖いです。はい、いいですか。はい、ありです。え、まさか宮川選手。
あらっあらっあらっ、いや俺これ大好き、大好きも通った、いいサンドですね。あせかはアリアジャセレジャセレジャセレ、サポーターもこれだけダメやっぱ感じだから。やったみんなおめでとうございます。ありがとうございます。コハロンのこと気になる人はここのボタンを押してバモバモバモコハロチャンネル登録しようよ、このボタン止まらないぜ、おーコハロン。